ホンダは2023年4月に ZR-V を市場に投入し、その SUV はシビック11代目を元にしています。ボディサイズは全長 4570mm× 全幅 1840mm× 全高 1620mm で、ベゼルよりも一回り大きいサイズです。異彩解放。 というコンセプトのもと、ZRV は実用性と安全装備の信頼性、そして印象的なデザインと走行の快適性を兼ね備えて開発されました。外観はバーチカルの縦グリルと横長のシャープなヘッドライトが特徴で、流れるようなシルエットとスポーティーなスタンスが一体となったデザインが魅力です。 内装も機能的で洗練された造形が特徴でガラスパールのパール調プライムスムースを使用し光の反射による色の変化が高級感を演出しますこの夏 ZRV に初の特別使用車、ブラックスタイルが設定されることになりましたこのモデルは内外装にブラックを基調としたデザインを採用し スポーティーさを一層強調。外観ではバンパーガーニッシュやドアミラー、ホイールアーチプロテクターなどにクリスタルブラックパールを施し、アバンギャルドグレーメタリックで仕上げたリアバンパーが特徴です。また、18インチのアルミホイールはベルリナブラックで統一されています。内装においてもブラックのルーフライニングを採用し、 洗練された落ち着いた空間を提供します。動力は2リッターハイブリッドスポーツ E HEV を搭載し、駆動方式は FF と 4WD から選べます。価格は384万1200円から434万7200円で、2023年10月から予約を受け付けており、 来年夏の発売を予定しています。